マルクス・ヘルナーは、スウェーデン、ベストラ・イエータランド兼勝負でシラードラ出身の、クロスカントリースキー選手。ヘルナーは、イェリー・バーレのギャラベア・スキダリアンズでスキーを始めた。2004年のノルディックスキージュニア世界選手権に、出場するも30平方キロメートル9位、10平方キロメートル6位、スプリント21位に終わる。2006年の U23 選手権スプリントで、 銅メダルを獲得、同年3月にクロスカントリースキーワールドカップにデビューした。2006から2007シーズンのツールドスキーでは、ステージレースのスプリント第2戦で5位となった。2007年ノルディックスキー世界選手権代表に抜擢され、15km8 位入賞、リレーでは銅メダル獲得メンバーとなった。2007から2008シーズンは、デュッセルドルフで行われた。 チームスプリントでエミル・ヨンソンと組初のワールドカップ表彰台となる3位となった。総合では53位となった。2008年11月22日に地元ギャラベアで行われた 15km のレースでワールドカップ初勝利を挙げた。2009年ノルディックスキー世界選手権では 30km19 位、個人スプリント5位、入賞50平方 km7 位。 リレー6位の成績を残し、ワールドカップ総合は21位に躍進した。2010年のバンクーバーオリンピックでは 15km で4位、入賞、チームスプリント15位、50平方キロメートル2位、30km パシュートと 40km リレーで金メダルを獲得する活躍を見せた。ワールドカップ総合では自己最高の3位となった。 2011年11月20日にキャラベアで行われた 15km のレースでワールドカップ2勝目2013年現在通算ではこの2勝のみである2011年ノルディックスキー世界選手権では個人スプリントで金メダル 40km リレーでは銀メダルを獲得 30km パシュートでは6位入賞を果たした 15km は34位 5 0トルは15位だった。2010から2011シーズンのワールドカップ総合は7位となった。2011から2012シーズンのツールドスキーは総合2位、ワールドカップ総合では4位となった。2013年ノルディックスキー世界選手権ではチームスプリントと4 0トルリレーで銀メダルを獲得、スキーアスロン8位、1 5トルは17位、 5 0トルは29位だった。ワールドカップ総合は9位だった。2010年にスベンスコドッグブロドットゴールドメダル。2011年と2012年にスウェーデンスポーツマン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。ありがとうございます。